マックのポテトの寿命は7分さあ今日も始まりました「FM サルースポテトでチップス」ラジオの前の皆さんいかがお過ごしでしょうか毎月第4週目の木曜に番組を担当させていただいておりますチップスですそして僕がジャンキーチップスタルタと申しますそしてええ部屋上ですはい永井,井さんということで <laughs> 冒頭のね 冒頭に言えないけど「ジャンキーチップス」って <laughs> え <laughs> いきなりついた2つなみたいなね、うん、や,やっぱこうラッパーみたいに言った方がかっこいいかなと思って <laughs> 意味合いかいいよ <laughs> ジ,ジャンキーチップスって,ていやらほら戦隊もだってさ「うん、何々レッド」とかいろいろあるやんそうですねだ俺は「ジャンキーチップス」って<ー>だからそれ先に言っといてほしかったねいやいやいやだってみんなそれを心して「チップス」って名乗ってるかなと思ってるからさ <laughs> みんな気持ちは一緒みたいな心は一つみたいなね構えちゃったよ流星何か言うのか言うよおうかなっつってせめぎ合いでしたね言うとして俺も考えなきゃずっと考えてたけどで「はい長い」になったんだそう「はい長い」んそれが心持ちなんですね違う俺が言ってる冒頭はマックの方の話ね。あマックなんか言ってましたねそうこのまんまだと俺んか批判してみたいになるからそうマックのポテトの寿命7分っていうのはんかあげてから その販売されるまでに7分経つと廃棄処分にされちゃうよっていう都市伝説があるっていう,うそうあのー、皆さんお気づきだと思うんですけれどもそうです。 ネタ切れですもうだって都市伝説ですからチップスじゃなくてもうマックのポテトの方いっちゃポテトだから今までポテトチップスっていう縛りを自分に課してただけで別にポテトの話だから芋の部分回収してればそうだっていうねだからもうなんかポテトっていうことは芋にまつわれば何でもいいんじゃないかっていうなるほどはい好意的解釈でそうやっぱね視野っていうのは広げて広げてねそうですねなんぼかなっていうふうに思っておりますのでね え84.1メガヘルツ FM サルースで生放送中ですが YouTube ライブでも同時に生配信中です FM サルースのホームページトップ画面のところにも表示されていますのでぜひそちらもアクセスしてくださいインターネットラジオでは曲も含めて番組を聞くことができます YouTube 動画の音源を消音にして「サイマルラジオ」を同時に立ち上げれば曲も聞けます番組へのお便りはメールで m s g f, f m s a l u s j p S. S A. L. U. S. ドット J. P. までお送りください。はい、スーパーナイスボーイス。はい、お願いします。お送りください。<laughs> <laughs> あんまいい声出なかった。<laughs> ただかすかす声出た、俺。<laughs> あ、だち、ちょっとそういう汚い声を、あんま出さないで、かすかすやったよ。<laughs> 真似しただけなだな。のよ真似しただけやったの、うん。真似しただけだよ。あ、そうか。はい、じゃ、あ最近どうお過ごしですか。最近。うん。<laughs> 最近。めちゃめちゃ熱くない?。やばくない?。はい。はい。あのさ。あの。 最近のネットニュースになってたんだけど <laughs>、うん、仮面ライダー』が好きで、はい、の昔の『仮面ライダー』の『うん、仮面ライダーブラック RX』っていう作品があってそれに出てくる敵の作戦で、うん、なんか人工太陽を作るみたいなはははでその人工太陽を作って、うん、なんか熱くしてみんなを疲弊させるみたいな作戦があったんだけどその人工太陽の温度設定が38度らしいの。えーうん それ確かにで <laughs> それがニュースになっててで昔だったらなんか30度とかで猛暑日とか言われたけど、うん、今38度で猛暑日でなんか今日ニュース見たら災害級のなんか暑さですみたいなそれすごいなと思ってそれで「仮面ライダーの」の敵チームがそれを今やってんじゃないかっていうのでなんかネットニュースあな,、うん、なるほどね。うん、ああなるなんか。 全然違うコメントを予想してたわなんか、はい、あいつ38度設定じゃ人間普通に生活してるよみたいなっていうコメントが殺到してんのかと思ってたそっちじゃなくてその過去のネタを振り返ってもう今やってんじゃねえかそいつらがみたいなああなるほどね<ー>いやでもやってるよ多分。 やってる、絶対やってる、<laughs> やってるよ。絶対やってない。流星最近どう？<laughs> <laughs> どう？どい,い, <laughs> いやなんかこの時期昔あの京都の方でよく撮影とかをしてたんですけど、あの清水寺で一回撮影させていただく機会がありまして、その時にあの清水寺ってこう坂でだーっとこう本でも上がっていくんですけど、あの途中にキュウリの一本漬けの お店があってそこで撮影が終わったら絶対にきゅうりを買って帰るみたいなことをやってたんですよ。で祇園祭の日と撮影の日がかぶってでその日もきゅうり買ってそのきゅうり半分ぐらい食べたまんま祇園祭まで行ったんですよ。そ <laughs> したらあの「祇園祭ってきゅうり食べちゃダメらしいんですよ」へー。 あのきゅうりをこうバンって割ったらあい中にこう模様見えるじゃないですかあれがなんか八坂神社のその御門と絵柄が似てっからダメみたいな<ー>あ<ー>風習的なやつがあって<ー>あ,、ね、あそんなのあったなって思いながら昨日きゅうりの一本漬け食べて。<laughs> 毎回かじってパッて見るたびに思い出す。 そういえば、これで非常識なことを。そう,そうそう、あの氏子さんにすごい嫌な目で見られて、なん、ななん、なん、こいつら、なん、こいつらっつって。はい。<laughs> 悪かったのは。僕でしたって。<laughs> 怒られはしなかったの、それって。いや、なんか言われましたね。あ、こ、この祇園のとこで、お前食べるなみたいな。ああ、やっぱ。そういう伝統。的なのが、ね、そう、あかんみたいで。 食って <laughs> でもさ撮影隊がさ祇園 <laughs>、うん、祭りの日にさ、うん、よしここで撮影しようっていうにスケジュールを組むのもなかなか強行と思えないうん、うん、いや、まあ、なかなか良かったです本当にあの市場通りから23個の通りを外してみたいなその辺の撮影みたいなから全然歩いていける距離みたいなへえ<ー>そうだからキュウリっていうのにいろんな思い出が <laughs> 食うたびに <laughs> 思い出すなっていう じゃあキュウリが夏っていうことですね僕の夏はキュウリかもしれないなるほどまあジャンキーチップスタルタはやっぱ甲子園ですね、はい、うん。これあハーイ長居が言うかなと思って先に言おうと思ったら、はい、全然違う話題持ってきてびっくりしました <laughs> もうこいつは甲子園一択で来るだろうちょっと甲子園の知識入れて <laughs> いえ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 って横からやんやん言おうと思ったらまさかのねうん 何にもなかった仮面ライダーだった仮面ライダーだったちなみにその甲子園のなんか知識というのはいや別に特にない <laughs> <laughs> 嘘でしょでも甲子園ってハマりやすいよねっていう話まあ、ね、<laughs> やっぱあんだけね一生懸命やってる姿をね見せられるとね涙がねそうそう玉ねぎか甲子園買ってくれて出てくるよねいつもあの某テレビでさ なんか総集編みたいなやるやつうん、うん、あれを夜見るのがもう最近の楽しみになっててあもうやってんだまんだその時期今は都大会とかの地方の編集とかやってるんだけどちなみにその甲子園の予選なんだけど、うん、大阪で確かもうこの真夏日に34人ぐらいけいで試合が一回止まったらしいのへ<ー>、うん、あんなここ若い高校球児がけいするんだよ確かにね もうそのぐらい暑いんだよそれって誰のせいって仮面ライダーの人のせいなのよあー確かにいややっぱさ <laughs> それで言うとやっぱ夏ってさ僕たちの駐在さんの七百日戦争がもう一番俺は好きな映画なんだよねぶち込みきましたね俺も好き強引にいや <laughs> 好きだけどい。いい感じにさ仮面ライダーに持ってくんだと思ったらなんかちょい滑りしたから急いで話変えないとと思って。っっって危ない危ないと思って <laughs> あダメだった、まあ、夏の映画としてはそうですね駐在さん いいよね何がいいって何がいいですか俺ねあのチャリンコこいでる道路ででっかい道路でチャリこいでるのあれでさなんか坂道降りていくとあそこでなんか警察の人にバレ,るかバレないあそこねいいなって思う自分もさそれやってみたいあんな長い坂をさ普通だったらブレーキとかかけてさ<ー>ぶつかったりともするし危ないしっていうのでなかなかできないじゃん。 確かにああいうのってすごいよね視点が田舎って本当にこうに緩いというかさ、うん、人の目も少ないしなんかねこうないがしろになってる部分をね、うん、こう佐々木蔵之介さん演じる真面目な、ね、警察官がいらっしゃいまして、うん、<laughs> バンバン捕まえようとして次第にはいたずら合戦になってっていう映画ですね。あのもしご興味ある方 ぜひ借りてみてくださいっていう話なんで誰も出てないですね。<laughs> <laughs> まあ僕たちは一ファンとしてお話しました出てますとかいう話じゃなくてちなみに夏好きな映画あります、うん、夏ね夏ス,スーパー安直にスタンドバイミーとかじゃないですか<ー>、うん、なんかしかもあれ子供の時に見ると冒険ものじゃないですかすごい その照らし自分と照らし合わせて見る感じだったんですけどこう大きくなってから見ると何ていうか何て言うんでしょうねそのおのの抱えてるものみたいなのがね結構明確にあるじゃないですか<ー>それとこう戦いながらこうやってんだなっていう<ー>そういう見方になっていって毎年毎年見るんですけど<ー>結構あ毎年違う感想が自分の中で出てきて。 面白いいいなあねやっぱあと「500日のサマー」とかもさあの見た時に俺ジョセフ・ゴードン・レビットめっちゃ好きであのインセプションとかも出てるあの人が好きで最初見たら「んだこれは」みたいなもうめちゃめちゃ最後「うわっ何これ」っつって終わんのよ男からすると何回か見てると。 あなるほどなるほどって思ってもくるしいあとこうね500日間を描いてるんだけどその時系列がこうぐちゃぐちゃになってるからそれを多分ね1個のタイムラインで見るとあここはこういう変化なんだこういう変化なんだっていうのが分かるんです,そうですよねだからもしよかったらね永井さん見てみてくださいっていう話ではい何だっけ500日,500日のサマー500日のサマーサマーっていう女性が出てくるんですよ。あそっちのサマーなんだ あ、ダブルミーニングになってます。<あ>はい、なるほどと、はい、いうことでね映画の話は「<laughs> え、あっちょっとちょっと」ってくるかなと思ってさって、ね、俺もう満足しちゃったいや今アイ,カアイコンタクトパッて見たらさ普通なんか「うんうん」ってうなずいてるから俺も「<laughs> あああっあっって言ってもうたよ <laughs> もう満足しちゃった みん,みんなの話聞いて僕と駐在さんでちょっと話盛り上がって満足しちゃったじゃあ,あの夏の感じをさらに強めるために、はいはい、ここで一曲「はい、ラッツスターさん、はい、めぐみの人」だぞ。 84.1MHzFM サルス俳優ユニットチップスでお送りさせていただいておりますえー、この曲なんとちょうど40年前だそうです40年前すっごいよね <laughs> でもほらいろんなね方がカバーして、うん、ずっと有名みたいな、ね、そうですねずっと聴いてるからそんな前って感じないんだよ,すごいよね、うん、というかどの時代にもフィットし続けてきたという、うん、すごいよねはい、まあ そんな感じで。<laughs> <laughs> いや、なんか。喋りそうで、喋らないキャラで、今日行くのね。<laughs> なんか、おい、おい、って言うから、なんか、喋るのかなと思って、聞いたいもう、うなずきだけ。なるほどね。そう、うなずきのふんが、俺に聞こえちゃってんだ。<laughs> うん、つって言。わ <laughs> <laughs> かりました。い <laughs> ということで、ここからは。教えて、たるちゃん先生ということでですね。いはい。 はいもはやもう先生なのかどうなのかも分かりません <laughs> あのー、むしろもう名乗りたい偉そうにしたい、えー、ただそれだけの気持ちでやらせていただいております <laughs> ということでですね夏といえばはい、はいはい、夏といえばもうめちゃめちゃありますよね日本の夏イベントが何がありますなんだパッとパッとはいまあさっき言った甲子園もそうだし、はいはい、あとは僕はプールってイメージするああプールですね プール行きたいなーって思いながら、夏を過ごしてます。最近全然行ってないです。ちなみに流星は。スイカですね。あ、スイカね。カうん、あれやってた、こうスイカをさ。あんまりやるとさ。親に怒られるけど、親にたまに。やっていいって言ってさ。あの。かまずに。ガガガガガガ,ガ,ガ,ガと下まで。はいはい,はいはいはい。<laughs> <laughs> え、やってなかった。いや、一気に行くみたいなの、たまにやってましたね。やってたけど、あの。 種が詰まるから途中でうってやっていやもう丸飲みよえなんか外で遊んで帰ってきてめっちゃ喉乾いたわーって言ったらスイカ食べれーって言われてあれやっていいかいって言ったらいいよって言われてガガガガガーってそれで水分補給してる。<laughs> <ー>すごいあれ種食うと体の中で生えるって言われて俺からもあ,ですよあれ言われる <laughs> わざわと取ってましたよ。<え>それやっても、うん、割と信じてた。割とがっつりちゃんとちゃ,ちゃんと外してました。<laughs> ちゃんとやばいやばい。ばいスイカできてます。やばいやばい。ばい <laughs> 球体できてます。もう間違えて飲み込んだときやばいな。やばいっっ。<laughs> 今俺噛んだみたいな。やばいやばい。ばい <laughs> 俺の中に小さなスイカが。<laughs> 生まれるかもしれないっていう。スイカプール。俺はもう宿題ですね。 <laughs> ああ、ね、<laughs> そうですね。しかも大人になっても宿題っていっぱいあるんだなって本当に感じますよね。<laughs> もう僕はちなみにあのこのみんなで撮ってるね。あのショートストーリーの編集やってるんですけど、もうすっごい溜まってる？夏休みの宿題って。 こうケツの方に「やばい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 !」ってやってなんか間に合わせた風な感じで最後もう開き直って提出するみたいな人多いと思うんですけどさすがにそれをやるわけにはいかないけどこれを聞いている小さい子もしいたら「僕も同じ気持ちだよ大人になってもいっぱい宿題はあるんだ頑張ろう僕はそう伝えたい」<laughs> <laughs> 頑張れるかなだってもうやるしかないからね。 別に他のこともさたくさんある中でその編集をやってるから、うん、まあしんどいわけよ、うん、でほら小中っていうかまあ小学生とか特に遊ぶことがもうメインなわけや、うん、うん、まあその他の作業として宿題がさ食い込んでくる人が多いと思うの、ね、よだからそ俺その感じで今編集があるからさほかのね自分が現場に行く時もあれば、うん、そうやって作る時もあればっていうのの。 あやばい編集しなきゃっつって宿題してないみたいな感じで日々追われているので誰かの気持ちに寄り添えたらいいなと思っています。<laughs> <laughs> あちなみにあタレちゃん先生です。はい、はい。あの宿題海外の宿題事情って知ってます？海外。夏休みとか。あ,<ー>あなんかあんまイメージない。確かに。そうないらしいんですよ、えー。そもそもないんですね。アジアは結構あるところが多いかほぼ。 宿題がでも欧米は宿題がないところがほとんど。うん、まあでもその代わりそのサマーキャンプに行かせたりとか<ー>そうなんかなん,なんだっけホリデーあやばいどうするした<れ>そ<う>ボーイスカウトとかそう,いうあそうそうそう,そうみたいなものとかでちゃんとこうその時に経験できるものとしていろいろ経験して成長。まあね、うん、それは

とか早寝早起きお手伝いしなさいなどの心得を学ばせるためとかねその絵日記をすることによってとか,とかあと読み書きか昔はねそうですね今ほど当たり前じゃないこともあったと思うんでそう考えるとすごい素敵な風習ですよねはいまあやってる側はつらいですけどでちなみにあちなみにちなみにスウェーデンは大人も4週間大人もうん大人うん それ義務なんですか?。いや、義務ではないけど、取る、取れるらしい。ゆゆ、サマーバケーションだから。まあ、まあ、その辺の概念を僕もよくわかんない。<ー>えー、でも、すごいね。四週間でしょうん。約一ヶ月。そう、でも、だから、その。しかも、日本よりもさ、サマーバケーションが長い国が多いらしくて。二<ー>ヶ月、三ヶ月。家族で別荘行ったりとか。うん素敵。 素敵だよね<ー>どう過ごししてましたちっち,ゃい頃ちっちゃい頃はよくおじいちゃん家が熊本にあったから<っ>熊本に夏休みは家族で1週間ぐらいかなあの遊びに行ってはい、はい、でだいたい向こうでなんかお盆とか過ごしてたねへえ<ー><ー>九州にいたんだそうそうそうあのパンくんとかジェームズとかって確か九州熊本のなんか動物園にいて、うんうん ちょうどその時見に行っててへえ<ー>んか動物園でいろいろなんだよのいやなんか <laughs> もう終わったかなと思ったら「へえ」だ <laughs> ったから「<laughs> 終わらせないよ <laughs> 俺は自分で回収させるまで終わらせないよ <laughs> その動物園行ってなんかパン君とかがかまた「ちょっと待って同じ話するんだったら終わっても大丈夫 <laughs> ああまああ同じじ話になっちゃゃうか次こ僕あの夏といえば撮影場にそうでした。はい、あの小中高そうなんですよ 長期の撮影が結構入りがちでしたし、ね、撮影所で子供ら集めてスイカとか出してもらってたんですよおでも一応そういうイベントはある、ね、なんかあの損、ー、ねないようにというか、まあ、機嫌とかいろいろあるじゃないですか<ー>僕よりちっちゃい子もいたんでなるほどそういう気分上げて楽しくやろうみたいなへえーの中でそういう行事をやってましたねいやすごいよね。 なんかそうですね夏らしい夏って本当にその撮影の合間に食お祭りとか<の>そういうレベルでしたねへえ<ー>俺は毎日なんか <laughs> 毎日ぼっとしてジリ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 クーラーつけていい「ダメ遊びに行ってきなさい暑い」みたいなはいはいはいっていうなんかあれはあれでこう趣深い日々を送っていたなといやめっちゃ羨ましいですよ、うん えご当地のイベントは流、ま、星、あ、さっき多分気温なのやつあし俺は俺の地元がなんか河内温度っていうのが有名で八尾市っていうところなんだけど夏結構祭りいろんなとこでやるんだけど、うん、八尾市内とかだとどこでもその河内温度が流れるから,へ<ー>から多分八尾市民の方々俺らの代より下は分かんないけどみんな河内温度踊れる。 へえぐらいずっとほぼ毎日のように毎日いろんな祭りがあるからあなるほどねそこに流れてるから毎日のように聞くぐらいえすごいねえもう会場では絶対その温度が流れてるのそうそうそうんか櫓みたいなの立ててそこで太鼓とかやりながらそこなんか円になってみんなであでもそれは一緒やねそこでいつも河内温度っていうのが流れてるすごいね ちなみにお墓で花火はする?。な知らない,ですしないんじゃないですか。多分 <laughs> 長崎で花火するんですか。あの、長崎はお墓で花火するんだよ。え<ー>え、それはなん。奥崎じゃなくて?。<laughs> いやいやいや、マジで、マジで。本当に。うんそ,んそう、これね、はい、なんか長崎だけと思って、調べたんですよ。うん、そしたら、俺が調べただけでも、岩手、栃木、はいはい、群馬、福井。はいはい うん、岡山福岡熊本多分他にも調べたら出てきそうやね、うん、の一部の地域ではお墓で花火するとこあるみたいな,、うん、な結構日本全国であるんだそうただ九州がちょっと多いのかもね、うんうん、なんかその中国とかなんか江戸時代から一応花火、はい、花火っていうか多分あの竹とかがパチパチって爆竹とかも昔そういう感じで表現だったらしいから、はい、多分それの初期もあるから中うん そうね中国から伝わってきてで江戸時代にあまりにみんなそれやるからちょっとお前ら墓で花火すんなっていう例が出たことあるらしいでもいまだにみんな多分やってると思う普通に<ー><ー>特に意味合いとかを重視してとかじゃなくてもう普通に墓場でするもんだみたいなそうあでも多分本当はそういう出迎えだったり いお盆のねお盆にみんなやるのようんでその「お帰り」っていうのでそうそうにぎやかにやるっていういだから最初にその迎え入れてお盆中はずっとねあのな,んかなんていうんだっけあれぼんぼりみたいなあれずっとついてんのよふーり<ー>ぼんぼりあああれかそう,そう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 ずっとついててで最後の最後に「小籠流し」って聞いたことあるあ<ー>これも長崎だけよね多分あともあんのかな あ、佐賀とかあるのかな,なんか中国とかもあった気がするけど南の地域はそうです、ね、そう,、ね、そうなんか精霊流しはもともとんか「最終流し」っていう中国の「唐」とか「唐」って書くの時に伝わってきてだからほぼ一緒その船を作ってそこにこうね供養するものっていうかお供え物だったりいろんなその人との思い出とかを載せて、まあ、俺の地元はその町を練り歩いて。 ま初盆の人用のものみたいな、うん、その人たちを弔うためのものっていうことでやるんだけどみんなそこを街中ぐるーっと一周その船で昔は担いでたの<ー><ー>そうでも俺が参加した時はあのまあめっちゃ田舎なんで、うん、あの引けるようになってさまあ押すというか <laughs> よかったーと思って俺めちゃくちゃ身長でかいけん肩死ぬよと思って。 あぶねえと思いながらやったんすけどその時に爆竹めっちゃ鳴らすのようもうすごい箱ごとで普通にでみんなこう道路の脇にこう人がたくさん並んでるのらでらっとでそこにギリギリのところに,普通に箱ごとポイポイポイっつって「ババ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 バみたいな「な,いすごいなでドンちゃんドンちゃんやりながら掛け声かけながらみたいな感じでやるのよ<ー>だからあの初めて来た人、うん、な,なんだこの非常識なみたいな <laughs>。 でもその爆竹とか魔除けの意味とかもあってやってるみたいな、うん、えー、でもなんかいいですけどね賑やかな感じでこうやるっていうのはそう,そうだからなんかちょっと調べて、ね「の小霊流し嫌だ」みたいな、うん、そしたらあの市内とかめちゃくちゃ多分おっきい小霊流しのイベントというかその方をね <laughs>、うん、やってんのよだからあまりにうるさいところとかはコンビニにあの耳栓売ってるらしい、えー、すごいよね <laughs> まあまあでも本当にすごい音になるでしょう、うん、ねいやめっちゃうるさい、うん、っていうか怖かったイメージめっちゃあるもん俺。うん、へえでもすごいよねやっぱその長崎と中国江戸のあの時につないそうそう完全にもうあの時代のものですもんねそうまあそんな感じで今日お話したんですけど、はい、やっぱ最後甲子園の意気込みとか大丈夫ですか甲子園の意気込みみんな頑張れ <laughs> はないんです。さすがにな <laughs> いまあ僕たちチップス自体がね8月結構正念場っていう感じでね多分 YouTube の方にほぼ毎日のように流していくと思うんですけれども皆さんもしよかったら見てみてくださいということでですねあとはあ僕が地方に行くあ永井さん告知ないですか僕なないいですごめんなさい あったけどないんです。ある程度今来ましたね。完全に。俺あったけど。告知あるんじゃない？ないんです。ないんですよ。ごめんな。いいよ。いいいいんだ。いいや自分の話して。いやごめん俺はほら忙しい。俺が最後やなやつみたいになったよ。俺忙しいんだよね俺もこれから忙しくなる予定だから。そうね。みんなで忙しくなるようにまだまだ頑張っていきたいと思っております。ということでこの時間はチップスの。 タレたとやがみだ長いがお届けいたしました来月8月24日もお楽しみにバイ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 。バイバイ